どうもテラクです。今日もミンゴルやっていきましょう。一つパワーアップさせたい、それが何かと言いますと、これはねプロツアー用です。でこれが、どこだっけ、あのラントナ用、でスキル、どれだっけ、祝砲が6なんで、祝砲は10からだっけな、台からか、風の影響を受けない、そこなんですよね。で祝砲にしようかな、あと1本欲しいんですよ。どれだろう、ライジングで撃つのはライジングで撃つで、無風が3発。だからライアシ2発にすればいいのか。ライアシ2発にすればいいんだけど、もう、どうしようかな。低反発がいるんですよ、低反発が。だから、このボールは変えられない。だから、あと1本、無風がいる。で、そのためには、この猛暑超得意を犠牲にするしかない。じゃ、一回やるか。猛暑超得意が5まで落ちる。最悪。最悪じゃん、これ。で、祝砲は10までしか上がらない。祝砲10までか。10までしか上がらないと、あ、風の影響を受けない。10でいけんだ。そうですね。まあ、これでやるかなっていう。そして、まあ、スズメの涙。もう所長得意が5か。スズメの涙だけど、しょうがないよね。アクセサリーで猛暑得意を入れようか。晴れ超得意。あったよね、猛暑得意のやつ。これとか、スコティッシュ。来週、何プラニーか。これ、猛暑得意、プラニカ。猛暑プラニカ。ないかな、猛暑得意なの。これか。猛暑得意プラゴ。これを入れて、ちょっと濁すか。猛暑得意。猛暑超得意。これで、どうかなって。少しは意味あるかな。あとはないよね。あとはない。こっちか。バンカーぐらいか、得意なのは。雨超得意。雨か。霊峰がプラ1。スパイラルがあるのか。晴れ超得意。まあ、これぐらいかな。じゃあ行きますか。他はないので、風速予測これか。猛暑得意。よし、これいけるか。トンと
これでマシになったかな、少しは。うん。無風が、何発？ 3 発の雷足が1発で4発。宿泡で5発。これね、10だからね。風の影響受けない。で、猛暑特異を若干入れたので、ちょっとまあ、これでなんとか、しのげるかなと。いきますか。それでですね、灼熱のドバイオープン通用しないと思うんですけど、第2ホールでホールインワンを取るための、まあ、あることをしようかなと。で、それはですね、自分以外もやってる可能性があって、第2ホールって200いくつかな、210ヤードぐらいなんですよね。で、ここでもうブレチェックしちゃうっていう、そういうやり方、ありなんじゃないかな、と思ってですね。この辺でいいかな、ここ。ここでブレチェック。どうしようかな。交差してるけど、で、無駄に、無風でも打ちますか。場所が、ここ。まあ、何回かやっていこうかな、とは思ってるんですけど、場所覚えた？で、ここに打ち込むと。あー、外した。左ブレかな。でもこれ意味ないか。こっからまずいか、まずいな。無風入れますか。無風入れて、5.7 下で、あ、ずれた。一応行くんだ。弾かれると 6.6 無風、低反発で打った方が良かったかもしれない。で、よし、 OK。 ブレはないのかな。ベストパット再開。ブレはない。ただここの灼熱地獄どうなるかが気になるんですが、200、さっきの200ヤードでいいよね。うん、場所はそこか。で、ちょっと強めで打つんだね。なんとか、左ブレだったか。入る可能性ある。ない。やり方間違ってるかな。で、次のホール。ここはね、結構失敗するから。向かい風で横。で、風はめちゃくちゃ吹いてる下。低反発で。どの辺がいいかなと。この辺悪くないんじゃない？なんかそんな気がしてきた。で、こう。まあ、一応、形見ますか。もうここに落とすイメージ。ここに落とすイメージで。で、風を見て。
1、2、3、4、5、10メーター。これでいいんじゃない？全力じゃなくてもいい、弱め。と言っても風が強いな。第3ホールなんですよね、最低ラインを。うわー、そうなるのか。ここで祝砲弱い。オッケー、当たる。無風。こんぐらい。ダメ。右かな。1低反発 0.3 上強め、低反発いらなかった。第3ホールまずいね。第3ホールまずい。無風でうまくいく方法を探さないといけない。第3ホールは左ブレーカーでもう一回行く。あのやり方で合ってると思うんだよね。あのやり方でいいと思う。ただ最初のショットをちゃんと、ブレチェックしてないとダメなんだな。ブレチェックできるかどうかなんだよな、最初のショットで。な、210ですよね。210ヤードで、こうなるのか。210ヤードで、ブレチェックをすると、ここ。これブレチェックできてるのかな。で、ブレチェックしづらいんだな。で、まあ、これで、打った時にどういう挙動を示すかな。右ブレですね。右にブレてる。で、どのぐらいブレたかが分かんないんだよな。どのぐらいブレた？でも右ブレなのは確か。一個右で下。進んで、無風か。そんな感じか。トントン。弱め弱め。超弱め。手前に。手前に落ちる程度の 6.2。これめっちゃ弱いね。めっちゃ弱い。めっちゃ弱いショット。うわ、入りそう。入りそうだった。入りそうだった。いいね、いいね、いいね。わかった、わかった。これは素晴らしい。で、右ブレだったけど、まあ、関係ないか。何、あれよりつけた人いる？嘘でしょ。ドバー。これは右ブレなのが分かった。
どのぐらいのブレなのかが分かんない。これぐらい、ちょこれぐらいで打つか。かなりの右ブレだったので、これで打ったらどうなるか見ますか。208、ジャスト。あー、もうちょい右か。あ、もうちょい左か。あれ相当な右ブレだったもんな。そうだね。今のも甘いんだ。今のも甘い。なるほど。まあ大体分かった。大体感覚が分かった。うん。まだ感覚でしかないな。あそこの調整。何回やったら分かるんだろう。今日はハワイアンにしましょう。次のホールが難解なんですよね。結局外に出ちゃうんだな。低反発大事なんだけど、ここはですね、無風が2発あるんですよ、まだ。あ、ちょっと待ってよ。祝砲366でどうなる。そこになるんだな、祝砲。結局そうなんだよね。やっぱダメだ、祝砲は。で、まあ無風で、無風にするかっていうところ。無風が一番安定するかな。風とか感覚あるけど、もう跳ねるのとかもあるけど、もう無風でなんとか頑張るしかない。これでいいんじゃないかなちょっと思って。外に出ないでしょ。もう123下、祝砲243、260の OK。 まだ足りてなかったか。めちゃくちゃ足りてない。11メーターも足りてない。外に出ない。問題だな。最終ホールが問題。どうしたらいいんだろう。最終ホールマジで問題。超低反発、まあ欲しいよね。これは低反発欲しいな。無風低反発欲しいな。だから第2ホールでホールインワン取っても意味がないんだよね。最終ホールがパーとかだったら。でまあブレチェックやります。無風で
また210ヤードにして、まあ何回かやったら慣れる、これでいいんだね。ここで見ると下、ああ外した。こう外した場合は2回目でブレチェックするだから、まだまだブレチェックのチャンスは残ってる。1個右かな。でもねちょっとまあそうフラットな位置じゃないから1個残ってないんだよな。さっきめちゃ惜しかったよね。下、無風でいいか。でかなり弱め。ここワンチャンあるね。あるある、ここはある、十分入るチャンスある。攻略法ではあるんだろうな。ブレは分かりませんでした。まあブレなしっていうのでいいかな。ブレなしで打つしかないか、分かんないから。210ヤード手前、無風じゃなくてライアして208と、でまあここで押し、うわ外す。あー、うわーあー難しいな。やっぱりちょっとそうですね。難しい。はい、再開、頑張ろう。10メーターの風、366、これ10メーターの風の時は多分いけると思うんだよね。そうなんだよな。まあ、あえてここ狙うか。ラフから。でもフラットだからっていうことで。そういうパターンもありか。ちょっとやってみる？ちょっと面白いな、それ。そういう。そういうダメプレイもやってみるか。こうフラットだからあとはパワーの問題だけ。あー面白いな、そういうやり方もあるな。で 10m の風だけど、まあ低反発はいいや。無風にして、で測るか。残り134ヤードでラフで154ヤード、
24ヤードパワーで打った場合、24ヤードパワーで打った場合どうなるか。 OK、 24ヤードパワーだと16ヤードオーバーだから、24ヤードパワーは16ヤードいっちゃう、13ヤードかな。ってことは13ヤードパワー、13ヤードパワーで打てばいいのか。1、2、3、4、13ヤードパワーで打てばうまくいく。13ヤードパワーね、13ヤードパワー。ここでいいか。合ってるかな、この考え方。合ってないか、合ってないんだな多分。それが難しいんだよね。パワーじゃないんだな、あそこは。ただまあ試す価値はある、少しずつね。だからスポットなんだよあれ、あそこオンリー、ラフからのショットオンリー、邪道でしかないけど。あと第一ホールのあの可能性の高さね。第一ホールめっちゃ可能性高い。ライジングで打った方がいいかな。まずは210ヤードでブレチェックをしたい。ここでいいのかな、ブレチェックって難しくね。下無風、右ブレ、右ブレでどのぐらいの右ブレか。相当右ブレだな。で下、でこれここまた無風なんだね。で左1で、で右ブレだからもう一個右でもいいか。えらい右ブレしてたからいいと思う、これで。で、弱めなんだけど、ここはあまり弱めじゃなくていいのかもしれない。ちょっと よくわかんない、強めでいい。 5.3 下だけど、どう？思った感じじゃないね。2打目は考えなくていいか。ここぐらいかな。5m 全力に近い。 OK、前回よりも、そうですね、かなり右にブレてたと思うんだよね。ハワイアンの BGM になってなかった。はい、行こうか。210ヤードの底、なるほどね。で、無風で、右にブレてたから左の調整。ここでこれ、いや今度は決める。
うわー外す、ここを外すのはダメなんだよな。ちょっと脱力がひどい。もう嫌だな本当に。はい、最初オール行きましょう。ライアシが1本残ってるのか。どういう影響になるかな。とりあえずここはもうここで全力で OK。右ブレ設定はやっぱあるんだよな。で、16でいい。これ18ヤードだね。18で、8ヤードだ。16でいい、16で。16。これ16足したら、そっか。じゃあ、とりあえずライジングにして、16でいいんだ、16で。16で18。これ。1ヤードだから50センチまで近づくはず。これでちゃんと打てば。16だよね。17。17ヤード、17パワーショット。OK。17パワー。ただ17じゃないな。20で打つか。そしたら次はパワー20で打ちましょう。これちょっと足りない、まあいいか、打っちゃうか。うわ外す、惜しい。20ヤード、今のは17パワーで打ってあんな感じと。17パワーだったね。再開。はい。あと2回やるか。まあこれはちょっと長い間、長いスパンでやっていきましょう。5アンダー1回でも取れればいいかなっていう感じで。6アンダーの可能性もあるからね。けど1回も5アンダー取ってないのに6アンダーの可能性とか言えない。またやりますか。無風。210。7番アイアン。これアイアン関係あるかな。で、右ブレかどうかのチェック。どれぐらいブレるかのチェック。右ブレ。で、これ本当にいいよね、ここ。ここは、なかなかいいよ。フラットだし。ああ、で、自分の好きなところか。右ブレだったから、左に1個入れるか。まあ、その程度でいい。で、弱め。で、ガチで入るからね、ここ。かなり弱めでいい。
待を込める。最高。まあ、うん、下手すりゃ入るからこれを繰り返せばいいだけ。とりあえずファラオ効果でジャストショットが決まるようになるっていう。うん、52ヤード、残り52ヤード。残り52ヤード、すげえな、残り53ヤード。最初に391で飛ばしてっていう感じか。その方が入る確率高いんだよね。そっちの方がいいんだろうな、普通に考えて。で、第2ホールは第2ホールで全員チャンスがあるから。そっちにシフトした方がいいんだろうけど、第3ホールどうしようかな。第3ホールは、あれか、祝砲無風か、ドバーで、右ブレしてたので、右ブレしてたんでこんぐらいかな、こんぐらいしとくか。で、無風と。無風？ライアシ。ライアシ？どうしよう。ライア、ここライアシだ。ライアシ。うん。まあ、どっちでもだな。208。で、入れよう。かー、なるほど。なるほどね。まだ、まだ足りてないか。まだ足りてない。うん。超えて降りる感じ。うわ、危な。怖っ。第3ホールに望みをつなげる。はい。で、何を打つか。まあここは祝砲にして、で右ブレだったので、この辺で打てばいい。打ち入れます。 OK。いや、あんまブレてないような気がする。いや、ブレてるか、うん、下。そんで無風か。で、20ヤードで打ちます。20ヤード。今度はこれは17、パワー17、いや7か、パワー7、パワー15か。これは、いや20、パワー25、パワー25だ。だからこのまま打つと5ヤード分いっちゃうから、5ヤード分の調整をしないといけない。で、これ、この位置が133なんですよ。だからこの半分が、25÷2 で 12.5 で、あと8でいいんですけど、残りの 12.5 をさらに2で割って、なんぼ？ 12.5 さらに2で割ったら 6.25、 6.25 か。 12.5 足す 6.25 は、19か。で、20で打ちたいから、この半分のちょいちょい多め、これぐらい、これぐらいで打てばいい感じになるはず。
20ヤードショットです。これが20ヤードショットや。結構良くない？やっとなんかちょっと修正されてきた感じ。20ヤードね、これが。で、これ決めてイーグルと。こんぐらい？こんぐらいいいよね。入るよね、絶対。OK。20ヤードショットぐらいがいいんだな。あのラフからのショットは。うん。まあ、だんだんコツをつかんできたみたいな感じにはなってる。はい。21がいいんだろうな、多分。21だな。第3ホールは最後、ラフからはプラス21ヤードで打ちます。ぐらいがいいんじゃないかな。ドバー、で無風210でブレチェックと右ブレ、絶対右ブレだな。結構な右ブレだけど、このまま打つか。無風残り2-3%。最初のショットと、でもやっぱり左にやるか。で打つか。で弱め。これね、本当にね、ワンチャンあるからね。バカにできない、ここは。あー、右にやっぱブレてる。いや、1個入れたけど、フォロー1個入れたけど大丈夫？あー、結局左。もうちょい弱めでよかったか。それぐらいですね。でこれで入るでしょう。入る、大丈夫。練習で行くか。練習で行こう。弱め。とにかく第一ホールは弱め。弱めに打てばなんとかなる。で、右ブレしてたよね。右ブレしてたから、今度はあの絶対左に寄るなっていうところで打ちます。ちょっとあまりにも結局右ブレの調整がうまくいってないから、まあそれでホールインワンとかなったらげんなりしますけど、もうそれはそれでいいんじゃないかなと。でここ何打つかっていうと、ライアシ落ちますと。で208でいいかな。で、ここはですね、かなり攻めました。この状態でライジングが決まるかどうか。全然ダメか。まだダメなんだ。そうっすか。
傾き調整した方が良かったかな。微妙に、ブレてたんだな、右に。いやー、難しい。難しい。うーん。まあ、ただ、ずっとブレがある状態っていうのは分かりました。ずっとブレてますね、右に。それはしょうがない。ブレなし回だったら、そうですね、ブレなし回だったら普通に打って入る可能性が高いんで、まあ、やるだけなんですけど。で、最終ホールは、はい、21ヤードショットで、プラス21ヤードショットで打ちます、最終ホールは。祝砲をで、見ててください。これ右ブレ、右にブレますんで、これを見てもらえるとわかるかなと。 OK、 右にブレてる。まあ調整したんですけどうまくいかなかったですね。で、21ヤードでいい無風にして、21ヤード、これは15ヤードだからダメだから、これですね。で、場所はそこか。で、どうするかっていうと、21足すと164ヤードショットを打ちたい。で、この時点で143ヤードショットなので、その差 175-143、32だから、その間、16なんですよ、この間が。ここが16で、プラス、5ヤードプラスしたいんですよ、こっから。で、どうするかっていうと、プラス5ヤードし、ん？プラス5ヤードしたいんですけど、どうする？15でその半分は、7.5 か。だから、この半分よりは弱い。で、これでいいはず。行きましょう。もうちょい強めか。いやいや、全然全然じゃん。ちょっと計算間違えたかな。ここの辺、計算間違えたね、計算間違えたね。さっきのなんで間違えたんだろう、計算。もう全然ダメだし、これ全然ダメだし。なんで計算間違えたんだろう。あれダメだったの。あれ最後、最後だな、最後。5位と。21ヤードショットでいいはずなんだけど、いや、なんか間違えたかな。面白いんでまだいきます。あと3回、あと3回というか、自分が納得するまである。で、無風だ、無風。ここはね、安定感ある。まあ入れたいんですけど、いつもの場所でブレチェックをすると。このブレチェック結構分かってきて、使える。OK。右ブレ。
右ブレで、どのぐらいの右ブレかっていうと、これはあんまり右ブレじゃない。で、場所は、あ、そこか。普通に打っていい。で、弱めでいいけどって感じか。まあでもこのぐらいでいいですよね。ここはあんまり。左に行くのか。あー、嫌われた。くそ。ここ難しくね。過ぎ去った方がいいのか、逆に。そうですね。多分これでいいと思う。OK。よかった。あそこの、あそこ切られたらきついな。で、右ブレは分かった。で、ちょっと浅い右ブレだった。というのが分かった。はい。あれをね、どうしてもちょっと克服できないんだよね。そして、ここはライアシにして208ヤードで、浅い右ブレでこれやりすぎかな。で、左に行くと思うんですよね左に行くんですよ、これは間違いなく左に行くけど、これで打つか。オッケー、いい、今のはいい、今のでいい。うん、分かった。12かな、2だよね。2はやりすぎか。まあいいか、普通に打つか。第3ホールが待ってるんで続けます。21ヤード。あれでいいんだ。わかった。よし。こうホールインワンできるかどうかでタイトルも変わってくるんで、そこなんだよな。ね、で、右ブレの証をここで見せます。この位置で打ちますと。右ブレの証。多分右ブレになってると思うんですよ。ほら、右ブレで、21ヤードショット無風。場所はそこか。まあ高低差も関係するかな。21、ここいいよね。158、20、これは25なんですよ、これ25だ。4ヤード引けばいい。4ヤード引けばよくて、で、これどういうことかっていうと、ここが133で、その半分、25の半分は、12.5 だから、ここで 12.5 で、残りの 12.5 を2で割ると、6.25
で 12.5 足す 6.25 は19、これが19で、これが20で、これが21。うわー、いやダメか、ラフはやっぱダメだラフはダメだ、ラフはダメだ、やっぱ20かな、ラフから打つのダメか、いろいろブレるな、いろんなものが、いろんなものがブレるからダメだ。ラフから打つのやっぱなしか。全然違ったな、全然違った。じゃあ違う方法を探さないといけない。やっぱりラフからはダメだ。分かった、ラフから打ってはいけません。ラフに落ちずになんとか頑張るか。たまに左ブレとか欲しいんだけど、ずーっと右ブレなんですよね、ここ。なんででしょう、わかりません。まあ右ブレ、ずっと右ブレの方がわかりやすいっちゃわかりやすいんですが、下ブレなし、ブレがない、落ちるところ見る。ブレなしでいいと思う、ブレはない、場所最高の場所で、ブレないんだけど、ちょっと修正しよっかな、この辺に落としたいから。で無風で、かなり弱め、めっちゃ弱い。お前これで入ると思ってんのっていうぐらい弱い。お前これで入ると思ってんのっていうぐらい弱い。 OK、 うん、いいいいいい、いい、狙った狙った狙った場所。いやー、もっと弱くか、難しいな、ほんと。もっと弱く、ここでいい、入る、大丈夫。だー、あー悔しい。弱め弱め、ブレなし、ブレなしの対応が分かんなかった。さっきのところは手前で止めるぐらいのイメージでもういいんじゃない。手前で止める、それでいこう。超悪すぎる第一ホールの、で第2ホールが楽しみ。まあ一発狙えるんで、ブレがないんで狙える、これはチャンス。ただここでバーディーにしておきたかった、それが悔やまれる。ブレがないんでホールインワンは狙える。風わかんないとダメかな、最終ホール。
そこ最終ホールだな、練習しなきゃいけないのは。再開です。行きましょう。ライアシの208手前で、一発で入る可能性ある。 OK。 違うか、違うんかい。左ブレだったのか。ブレなしと思ってたら左ブレだったということで、まあでもね、ブレなしに見えるぐらいのわずかなブレなんだな。今の左にブレたかなって思わないとダメなんだよね。ブレチェックむずいわ。で、次が一番むずい。風向きガチャにかけるか。いいんだよな。はい、10メーターの風。これはいけるか。いや、いけないんだな、これが。無風にして、いや、低反発にして。これ無風か低反発かって言ったら、無風そこに落とすの。今の見た、今のこの間に落として、そこに落としてた。これは救世主かもしんない。このぐらいかな。そっち行く。やめてくれ。だ。21。3、4、50。ああ、違う。これよくて。10。でもこれね、15か。いや、に、えっ、ー、と、いや、30? あれ、もっとか。これは18か。18。18でいっか。は?そっか。傾きか。18。オッケー。ダメだ、18でダメだ。このまま打ったら入る。
入ると思ったんだけどな。このまま打ったら入る。一応だんだん掴んできた。攻略法はある。攻略法はある。うん。左ブレか右ブレかのチェックかな。いきます。ここは無風で210にして、でこの位置で下、まあ外す右ブレ、まあ右ブレって考えたらいいかも。普通に打つ、無風、場所はそこ。なるほどね。よ、これで打ってばわかるよね。いろんなものが弱め。どうかな。いやー弱いのか。場所だな。場所で決めなきゃいけない。いろんなものを、いろんなことを。無風天反発があったら何の問題もないんですけど。やっぱ最初フルスイングからのあれかな。ちょっとそっちの方がいいか。変えた方がいいか、やり方を。ライジングで208、右ブレだと思う。だからこんぐらい。でもどれぐらいの右ブレか分かんないから、あんまり意味なかったか。よし、惜しい。12、で第3ホールド。このやり方どうだろうな。ダメかな。ダメか。やっぱ40ヤードぐらいから狙った方が必ず入るか。そうだよね。その方が現実的か。
ちょっとそれで頑張ってみっか。最初ホール、でここは無風で、無風3発は絶対いる、でどこに落とすかっつうと、これの、さらに手前なん、手前300ヤードなんだ、300ヤード付近なんだ。でそれを見てこれ158で、これどういう刻み、これ1,2,3,4,5 5刻みで半分なんですよ。だからここが半分なんだよな。150プラスすればいいのか。これで、300か、300じゃないか、ここ間150しかない、150しかなくて5分割だから30-30なんです。30-30-30、これで90なんですよ。90だから240なんですよ。で、ここ30で240で足したら270、残り30でここ30だから足したら300なんですけど、ちょっとこのぐらいでいいんだ。で300、このぐらいなんだよ、このぐらい。ほえ、狙ったところに落とした、狙ったところに落とした。これでいい。よくないけどね。で、祝砲。もうこうなったらもう楽勝も楽勝ですよ。どうしようかな。もうちょい、こんな感じにしといたらいいか。楽勝とか言いつつ全然楽勝じゃないからな。ぴったりにしたいけど、ちょっと弱め。OK。最後つけんのむずいな。どうしたらいいんだろう。1,2 これぐらいで入る、調整した。で多分これで入る。うわくそ、嫌いだ、嫌いだよ。このやり方はまだやっていきたいけど、ちょっと違う方法、可能性を考えたら違う方法もあるから、そっちやりますか。はい、違う方法やりましょう。そのためには無風がいるから工房に行ってギアカスタムボール、これまずくないか、ボール、あー2つあるね、じゃあいけるわ。で、次へでこの無風スキル選択確定実行、クラブは確か無理なんだ。あ、2つあるじゃん。チャンスショット無風めちゃくちゃあるじゃん。めっちゃ持ってんじゃん。いっか、チャンスショットいる？チャンスショットいる？
無風がこれは4発いけんだ。はい、で、クローゼットギアを変えます。一発目で狙うことにする。で、ここが第一ホールでアルバトロスを狙うのが正解かなと。結構難しいけどな。せめて服は戻した方がいいかもしんないけど、そうなると届かないしな。4位がいますね。4位が、4位に勝ってこそ。いや、まあ今日はずっと最下位なんですけど、はい、飛ばすと349しかない。389になるけど、まあそれでもここまで飛ぶのか、十分っちゃ十分か。で、風があるから風を見る。1233かな。4ぐらいまでいくか。風4いらないかな。4いらないかもしんないけど、まあ3でと4で飛ばしときゃ大丈夫。 OK。 誰よりも、あー、ビビアンの方が近い。そんなパターンある。で、無風しかないかな。祝砲あるけど無風でいいよね。で、60ヤード、これでいいのか。ライジングを入れてるからいける。で、 1.8 上、どのぐらいなんだろう。とりあえずこのぐらいで打ってみますか。1回やりすぎかな。30と60の間は30しかなくて、この間は15で、 1.8 ヤード上だから、そんなにはいらない。で、ちなみにここは 7. いくつ。 いらないよね。こんぐらいでいいよね。こういう感じになるのか、こういう感じになるのか。わかった。まあここで決めるのが一番現実的か。ちなみに左ブレと。ただ絶望的にインパクト部分が小さい。そこが問題。左ブレっていうのが分かったんですけど、まあ一体これでやるか。本当はもっとブレると思うんだけど、2ぐらいやっちゃう。で、無風。ちなみに、ここをジャストショットする自信はない。うん、もうこれでいいや。もうある種ジャストショットみたいなもんだ。 OK。 そしたら、まあここは無難に決めると。まあこれが一番現実的かな。
で、ここは無風にして、で、297だとアウトだから314にして、で300ヤードのところに落とすんですけど、ここじゃないかもしれないな。ここじゃないんだろうな、多分。この辺なのかな、この辺がいいのかな。そうですね、ビビアンの場所はあんまり良くないんですよ。ここでいいんだろうな、多分。で、30刻みなんですよね、これ150で。だ30、30、30、で、100、ここが120なんですよ。だから、277ですよ、277。で、残り30で、307なんだけど、アルバトロス、マジか。だから、270で、で、このぐらいだっけ？このぐらいだったっけ？ここが300ヤードの間、だいたいここでいいはず。嘘、やめて。行かなかったか。あー、もうこれやりたくない。わかんないんだもんな。で、無風で、で、このまま打っても届かないんですよ。で、このぐらいかな。結構頑張った。あれライジング、あなたライジングは？ライジングお持ちでない。あら、ライジングをお持ちでない。何があった？なんか外しちゃったのか。ライジングがない。ホーミングもない。そしたらどうしよう。無風が山ほどある。無風が。ライジングつけなきゃ。したらあんまりいらないかな。ちょっとこれにしちゃうか。これはライジングないか。これライジングない。ライジングどれ？なんか靴にライジングあったらそうしようかな。もう無風あるから宿をいらないですよね。そう考えたらライジングがあればそっちにしよう。ライジングの靴とかある。お、プラゴいいね。これにしよう。これでライジングが狙えると。よし、やりすぎかな。じゃあ次これで最後にします。これどんぐらい飛ぶんだろうね。ブレチェックも兼ねての 6m か。フルスイング 6m。 ここで1、2、3、
もうブレチェックも何もないからね。ここはブレチェックはできない。あー、まあいいや。6メーターの風。56ヤード。傾きが 1,2 かな。で、無風で、無風で、もう打つしかないんですけど、フラット。ぴったりで打ったらダメかな。ぴったりで打っていいよね。風神、ん？ライジング狙います。ダメでした。惜しかったかな。ブレはあったかわかんない。じゃーんと、OK。ブレわかんないな。結局決まんないんだな。ブレはないというか、もう分かんないからやるしかない。このまま207の無風で、場所だけ見よっか。そこ、いけんじゃね。207、6ヤード上、いけるよね。6ヤード全力ウッパでどうなるか見よう。なるほど、悪くなかったけど、まあ弱めに打った方が良かったか。上で、次のホールは次のホールはリベンジ。第3ホール、あそこ本当分かんなかったな。手前に落とすとアウトで、奥すぎてもアウト。だからすごい絶妙な場所に落とさないといけない。はい、で、無風で11メーターの風。これね、もうちょっとあれだね、パワー強くしてなんか調整したらうまいこといきそうですね。ここで下で、これはねダメでした。これはダメだった。だからこれなんだな。オッケー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 、そう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 、狙い通り、めっちゃ狙い通り。あれでもちょっと弱いぐらいか。下、ブレわかんない。12で無風か。
あーんでそこね、まあいいとこに行くんじゃないかな。いいとこ行くよね。弱めでいっか。結局そこかよ。納得いかない。今日は納得いかないな。あそこ最後むずいな。無風天反発があったらいいんだけどないから悔しいな。なんだかんだ言って泣きの一回。さっきブレなしでしたね。ほぼブレなしだった。うん、いや結構溜まってはいるんですよね。情報は溜まってはいる。で風 1,2,3,6m でしょ。6メーター以下かもしんない。これ4メーターの可能性もある。いやないか。で無風ですね。で、ライジング、あーそこか。で1個右でいいか。1個右でいいかな。で 1.3 上、 1.3 しか上じゃない。これで入る。いや、つけるイメージの方がいいか。つけるイメージで転がして入れる。さあこれぐらいでいいよね。あーまあ入るでしょう。こん感じ。とりあえず最低ライン。ブレわかんないな。なるだけ平坦な場所に落とさなきゃいけないっていう難しさはある。2打目狙うにしても。で、ここは分かんないので、ただ傾いてるから転がすというイメージでこの辺に打つのはありかもしれない。よし決めていこう。ジャストショットしないと意味ないな。入らない入らない。ただちょっと最終ホールの練習したいから決めます。はい、
まあこれが一番理にかなってるかな、多分。入れる目的だけでやるのが大事かな、大チョールは。つけるつける、とにかくつける、それが大事かな。最初そっちの考えで行った方がいいか。最下位じゃん。はい、んで無風で310で、この辺でもう300ヤードだいたい、もうこのぐらい OK。 うわー、行かないで、そっち行かないで、なんとかなった。197で、平坦で、これ逆に狙えるか、狙っちゃうか、場所はそこか。じゃあこうすっか、ぴったりはダメだね、弱め。手前に落として転がして入れる。もうちょい強めか。難しいね。まあでも攻略法は分かった。あとはもうこれを粛々とやるだけだなと思います。5アンダー1回は取りたい。取れるはず。特に第1ホールは取れるはず。このやり方だったら。それだけ考えたらパワーもりもりでやった方がいいかもしんないな。ですね。まあとにかくこの灼熱のドバイオープンは面白い。うん、この苦しみまくりますけど、はい。ということで今日の動画は以上になります。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回のミンゴルもよろしくお願いします。ちなみにリーグは落ちました。